はい、イデナです。今回はヤマハの発売、あ、違う、普通じゃ買えないやつ、E01。あ、どうも、はい、イデナです。これレンタルじゃなくて、リースだよね。そうそうそう。で、今100台？100台、今回は100台。100台しか今世の中に放たれてないよね、日本は。あとはヤマハの本社とかには多分あるとは思うけどね。それの1台が今ちょっと、編集人が応募したから、そうそうそう、応募してなんか当たったもんで一応乗れる。当選したから1ヶ月2万円で3ヶ月リース。ああ、そういうことね。そうなんですよ。一応ね、電気バイク EV ですね。これ一応明確に BEV になる、こいつの場合は。エンジンはついてない、他もないもんね。ない、そうだよね。うん、ちょっと多分リースが終わったらまた見れんくなるけどね。まあ、ちょっと返却だから。そうだよね。あとこれ本当は自分乗りたいんですけど、契約の都合上自分一切今回乗れないんで、後で編集人に乗ってもらいます、予定。タンデムはできる？いや、タンデム、俺あなたとタンデムしたくないよ、こんな暑い時に。ど暑いらだって今日は。暑い。もう今編集人も僕も汗だくです。で、軽く説明といってももう自分何も知らなくて、とりあえずは最近はよくあるやつですね。スマートキー。ボタン押すとどんなのこれって。そこがメインのスイッチになってるから、LED が、LED がな、つくまでボタン長押しすると電源が切れる。スマートキーの電源が切れてる。ああ、そういうことね。これとりあえず今ある状態で。プッシュだよね。鍵認識。そう。で、それからそこ回す。だよね。で、これでオンと。これでオンになる、オンっていうか、これでひねっちゃうともう進んじゃうんで、緑がつくとオンになる、だよね。多分スタンドやるとあれだよな。あ、やっぱそうだよ、その辺の設定は普通のやつと同じか、で、こいつのメインの気になる部分が今のやつで、オープンの状態にして、シートとチャージを押すとここに充電グリッドがある。やっぱこれここが一番いいのかな。まあ、前が一番楽なのか、分かりやすいっていうの、一応ロックがついてるもんで、でこれで大丈夫、でシートを開けると、これびっくりしたんだけど、これ後で充電しようよ、でかっ。専用充電、これ 100V だよね。これは 100V。 そうだよね。で、専用充電器でしか充電ができない。その辺出てて、こんな、お、車でも使ったりとかそういうことはできない。えらいこっちゃだな。怒られてよ、なんか。離れると怒られる。あ、そういうこと。あ、今あれか。鍵持ってるの俺だもん。そうか。あ、ほんで、あ、ここか。そう、はまる場所があるだね、ちゃんとね。あるんです、で、なんかちょっとドライバーがなんか一個だけある。最近のヤマハのよくあるかわいいのがいて、これ、あれだよね、やっぱそうだよね。入れ替えれるやつ。どこで使うかは知らない。ドライバーが1本だけ入って、はい。で、あとプッシュのロックは同じだもんね、あとはまあ普通で、ハンドルロックも当然一応かかるんで問題ないですね、よし。あとこれ多分、そうそう、さっきも話ちょっとしてたんですけど、もうバイワイヤーだよねこれね、完全にいい加減なくなっちゃいましたね、ワイヤーが。あとヘッドライトが、
えらいちっちゃいやつだけど、ロービーム、ハイビーム、そうそうそう、だよね。R1、R6 と同じような形。こう混ぜるとこの中見れないもんであれだけど、これファン？バッテリーの冷却用だね。バッテリーがフレームのこのど真ん中に入ってる。ここにあるよね。そうそう。ここだよね。これで分解したら怒られるのかな。当たり前。で、リア行くと、モーターがこっちだよね。うん。こいつがモーターで、でバッテリー関係でいうとあれなのかな。え、でもちょっと待って、これなんでここにあれがあるの？オイル入れるようなところが。あ、電気自動車の一段変速ぐらいついてるパターンが多いから。そうか。そう。これ。あ、なんか車番というかエンジン番号みたいなのが入ってるな。あ、ごめん。うん。であとなんかヒートシンクが向こうに、うん、バッテリーのヒートシンクあれ多分あの、うん、箱までバッテリー来てるはず。でベルトドライ静粛性抜群っていう感じ、うん、めちゃめちゃ静かです、うん、これウインカーとかって普通のやつ？ウインカーは普通だ、うん、これ全部 LED なの？もうこう見えるとこには LED しかない。後ろもナンバー灯も多分 LED、うん、あ、ナンバー灯サクソだったよね、うん、こうブレーキをブレーキも LED だ、そんな風に光る、うん、で身長が身長170ブーツ履いて180ぐらいって言うときどんだけ履くの今だけど俺170ちょっとつま先かな、この位置ぐらいだよね、うん、まあ乗ってる間はあれだけどちょっとあれかな、まあ前に乗りはあれだけど、うん、後ろ目にだとちょっと幅があるから足が外に出るって感じは、うん、じゃあやっぱり二ケツしてどっか行くしかないね。様に嫌なことですくったりして汗だくで乗ってくだな俺らおっさんが2人嫌すぎるわよしとりあえずは あ、 これであと何だったっけセンタースタンドもセンタースタンドもあるセンタースタンドなんか充電するときはセンタースタンド使ってくれとか言っとったけどあれ制限はあるないのかな。あ、それは気言われなかった。さすがにそれはないのかな、うんまあ大体こんな感じかな。次見るのはいつぐらいになるのかわかんない。いつでしょうね。うん、でもあれだよね普通に坂道とかもだけどあれトリシティと比べてどうなんだけど前乗ってたやつトリシティの方が頑張ってる感はある。こっちの方が楽やっぱり低速のトルクこっちの方が調整してあるので楽だろう。これうーんと慣れてるからまだトリシティの方が乗りやすいかな。ああ それは考慮しんでいい。まあ、うん、一応二欠もできるし、うんうん、まあそんな感じで、あとちょっと充電する。充電しよう、うん、ちょっと今から充電してみます。これは何？これ電源つないで、でケーブルつないで挿してから、うん、逆かこっちかかなカチッってなってそれでスタートボタン？そう、うん、押すとあ、うん、ランプがつくんだ。いやこれ表示とかってその時は出るの？あ出てる出てる。あこんな風になるんだ。へえうんへこんな感じですね。何時間ぐらいここに？普通充電で14時間。おお結構かかるな。で200の普通充電だと5時間、うん、200の単素ってこと？単素できるあの家庭用の200から取れるけど。あほじゃこれは両方いけるやつなんだ。いや充電器から違う。あ違うの？違う
あ、そうなのか。そうす。なんだ、ただの200の炭素だったらうちあるもんで、うん、そっち使えるってわけじゃないんだ。充電器も専用の充電器がいるから、うん、リースの時に頼んでなかったらない。うーん、そういうことね。あとこれさっきマニュアル見た時面白い、メットホルダーのやつ、ただの棒だもんね、ほんと。これフルフェイスは入らんとったもんね。フルフェイスは厳しいと思う。カメラ追加でしょ。無理だね、うん、やっぱそうなのか。いけそうに見えて多分ダメだ。当たるもんね、絶対に。やっぱメットはダメか。だけどこれ乗るときなんか充電器持ち歩くのもなんか変だよね。本当はね。なんとなく、うん。まあでも距離がまあ短いもんでしょうがないのか。うん。でさっきから気になったけど、これ GPS ってついてるけど何なの？これ？これ車両がずっとモニタリングされてるよって証。うん。誰に？ヤマハに。あ、ヤマハにあれか。そう。この車両が今どこにおるか、どこで悪さしてるかすぐバレるってやつか。そうそうそう。怖。まあ結局今回は社会実験なので。うん。まあ、モニタリングしてデータを集めるのが一番主眼。うん、そういうことね。これのシートもちょっと変わってるんだ。うん、うん、なかなか不思議な光景だな。うん、そう、20年前にここまで来ると思ってなかったからね。うん、まあ別に俺これに乗るつもりはないもんね。充電がもうちょい短けりゃな、確かにいいんだけどな。うん、走行距離オドメーターがなんか43キロって感じでした。ああ、引き渡しの時に4キロだった。あ、本当。まあ完全に新車できてるわけだ。そうそう。そっか。まあこれからこういうのがちらほら出るようになるのかな。これちょっとそっからフル加速してみて。ああ。やっぱ音は静かだな、さすがに。え、ちょっとフル加速してよ。ああ、でもやっぱあれか、今のでフル？今のでフル。おー、一応125クラスだもんで、走行距離伸ばすのに出力はやっぱ抑えるのか、さすがに。バックもできる。あ、そうそう、バックがついてんだよね。今バックになっとるな。バック。出てる今。うん。どこに？全然横からだと見えない。あ、これだけど、あ、この色がバックだったっけ？そう。見えてる、これ。あ、見えてるよね。ボタンを押してここにバックのマークがあって、バック R って書いてあります。でそれを押してバックのモードにしたらモードボタンちょっと後ろに下がっていく。時速1キロ。だってスロットルは調整しなくてバックができるっていう。うん、電動ならではなのかな、こういうのは。うん、今がスタンダードモード。うん。で一応パワーモードも。変わるの？変わる？ちょっと変わる。ちょっと変わる。じゃあパワーモード。うん。おお。ああ。違うね。距離もうちょい長ければ本当はいいのに。ああ、なんかエンジン音がわからんもんであれだけど、タイヤの音がさっきと全然違うな。え、走行距離だけど短くなっちゃうよね。多分そうだよね。あんまりでもでそうは使えんか。まあちょっと自分乗れないんでいろいろ言えなくてすいません。
今がエコモード、うん、エコモードは遅いんでしょう。出足が違うのか全然。でも乗るならパワーモードでしか乗らないんだろうな。今乗ってきた感じだと、うん、スタンダードが一番乗りやすい。あ、乗りやすさで。あ、そういうこと。パワーモードだと多少ギクシャクするときは。あ、本当。まあだけどそんなにスピード出すこともないもんね、あれか。どっちにしろあれだもんね。ナンバーピンクだもんね。そうだよね。とりあえず走行の動画はもうこれ以上は撮りようがないんで、うん、タイヤの音が面白いな。静か。これ逆にあれだよな、静かすぎて危なくねえか。はい、というわけで今回は珍しいというか、この先見る機会があるのかどうか分かんない車両を紹介しちゃって、はい、まあ、だけど EV もこれでどん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 作られるようになってくるんで、バッテリーの問題が解決すればね、うん、多くはなってくると思うんで、まあ、先が楽しみな部類かな。まあ、今回はちょっと自分乗れないんで残念ですけど、また何か機会があれば別の車両をレビューし、レビューは今回できない。説明しただけ。まあそんなんで今回は以上になります。